自作を闇のみんなの歌と銘打ち、一曲ごとに違った音楽性をまとうジャンルレスな楽曲群、人間の感情を鋭く描いた歌詞、可愛らしいながらもどこか毒のあるメガボルトのアニメーションやアートワークが特徴的な作品作りを行う理想宮。5月22日にシングル9作目となるアンヘドニアの森の配信がスタート。同日20時にミュージックビデオが公開された。本作は喜びの喪失を表すアンヘドニアという心理学用語を冠し、都市のビル群や人の群れ、人間一人数との感情の乱立を森と表現したという。本作も作詞作曲、編曲、メガボルとともに理想宮が全て一人で担当している。本人があえてシンプルにピアノだけを鳴らしたかったと語る。ピアノサウンドの巧みさや都会の夜に生きる若者の心情をストーリー仕立てで描き、一緒に行ってくれませんかと訴えかける歌詞が聞きどころとなっている。ミュージックビデオはあえてシンプルに構成されたループするアニメーションと無機質な表情を浮かべる手を引く二人が印象的な作品。反面、殴り書きのようにも思える歌詞が視聴者に対し曲の持つ世界観を直接的に訴えかけてくるようにも感じ、その不安定さが逆にぐっと引き込まれる内容となっている。リリース情報、アンヘドニアの森配信リンク、https://lnk.2/risoukyuanhedonia。